はい、それ で, あのでその整理教えてくれたので、うん、教会にもうその日その次の日から行き始めて、うん、毎週日曜日教会行ったりで本当に早いんですよ、うん、そうだから急に本当に一気に家族ママとかもびっくりしてると思うんですけど、うん、着替え方とかも私も変わったんですよ服の服とか、服のね、はい、そうそうそうだからお化粧とかももっと濃かったんですけどいろいろ見せて、いやこんなもんじゃないもんもっとすごかったからそう食べるためのね、分かるよ大丈夫そうだから今日の入ってますよ、いやそう違う、うん、だから私そういうすごいとこに入ったんですよ私、うんうん、そうだからあのキャバクラとか、キャバクラ、あのそういうオイルマッサージみたいなのとかもやったんですよ、お金のためになんか本当に気持ちが分かる、そうそうそう、だからすごいそうお金が欲しかった私は、いや私はお金、私はお金欲しかったんじゃなくてみんなお金欲しいんだってなんかそんなに私じゃあどこまでは自分を追い込めてお金あ、ね、家族にあげればいいのみたいな、なんかそういうそうなんかそうなんかそう思って それはもうやめた話だよね、そういやもうそれはもう昔の話、うん、もう死んだ私死んだ私死んだ私やめてくれる話よやめてくれる話今言えようと思ってまだ思うと思う、まあいいや、あと編集するからそう、それであの着替え方とかもお化粧とかまあいろいろ神様変えてってくれたんですよ、だからその最初にあのあはなかったことが今あるんですよ、私あんな悪いことしちゃって今の方が神様感じるんですよ、だからもっと悪いことすればいいってわけではないんだけど、あの本当にあの神様は自分が悪いことしてる時も教えてくれるので、戻るか戻らないかは自分のね決心じゃないです、だから本当に戻ってもうずっとそこにいないと、だから今私それ頑張ってあのもっと神様のことが分かるんです、あの神様の気持ち、神様の考えてることもっと分かるようになったんですが、全部それ見せてくれて、なるほど、だからすごいあの私感謝してて、で今はもうお金なくてももういい、もうお金なくてもその心配してないんです、子供もいるけどいろいろそうあるけど、でも私はそれよりもそう天国行きたいのであなたといたいんですよイエス様とね、そうそう、だから地上は一時的だからね、そうそう、だからこの汚れたこの汚いね体はもう別にいらない、もう魂だけで行きたいと思って本当にその通りで、みんなクリスチャンそう、その通りで、うん、そうだからたまに私クリスチャン、いろんなクリスチャンにも言うけど、なんかたまにそういうクリスチャンいるじゃないですか、なんかあのだからその まだ来ないとか思ってる人もいる、聖書にも書いてあるけど、うん、あのね、なら私たちは資格ではなく信仰によって ある、まあ、見えることではなくて、ね、そうだから、うん、あのあるクリスチャンたちはなんか、うん、見た目で服ちゃんと着替えてるか、ちゃんとお祈りしてるか、ご飯はちゃんと食べないでできてるのかとか、そういうのをね、見た目で、あ、この人はクリスチャン、この人はクリスチャンじゃないって判断するクリスチャンは多いんですよ。で私はそう、その人たちに、それそうじゃない。神様でさえそんなこと見てないんだ。ここを見てるからね、ちゃんと、そうそう、あのだからちゃんとそういうお化粧とかじゃなくて、本当にあなたはちゃんと一人になってお祈りしてるとかね、ちゃんとそういうあの神様のために何かをしてるかって、それ神様分かってるから、誰かに同じクリスチャンにも見せなくてもいい、神様だけに与えて、神様だけに見せて、神様だけを信じて、そうだ、私それ全部もう私それをやってます、はい、あの前回一緒になったのは、なんかその出会いのきっかけはどんなことでした？出会い？前回一緒にやったじゃないですか。はいはいはい。だからこう知り合ってこう繋がっていった時の、はい、その過程にちょっとこうして。いや、私あの時奇跡が起きたんですよ。あの時私自分のことを見て、自分のこと自分、あれはあなた、それあなたみたいな。わかる。
O sea, como que eres tú, Natalia. O sea, yo misma me... だって自分でありえないことしてたんですから私は恥ずかしい人なんですよ、絶対人前とかも子供の時からそうなんですけど発表会とか無理なんですよ、そんなに無理なんですよ、本当にもうなんか震えたりなんかもう声が出ないんですよ、なのでそれ神様がやったんですよ、声を出させてくれてこう、あの学校のあのなんだっけあのエクスポセションとか水分もう無理無理で、あのだからそのあのあの自分の場来た時に、こう十字架持った瞬間なんか私感じたんですよ、だからあのサラにも言ってたんだけど、揺れてるって言ったんですよ、私揺れてたんですよ、なんか順番に渡したよね、そうなんか私ずっともう会った瞬間でお祈りした瞬間からなんか揺れてたんですよ、確かに なんか揺れてたんですよ、だからずっとサラに揺れてる、あれなんか地震って言ったんですよ、あー地震って言った違う、揺れてないよっていう、確かに、なんか地震って言ったの、私だけど、で、その瞬間、あの十字架持って話、こう泣いちゃった瞬間、なんか本当にイエス様の気持ち感じたんですよ、そうなんだよ、この十字架油注ぎがあるんですよ、これでイエス聞いとくかだったらもう油で来るから、そうだから、あの、そうなんだけど、もう違う、だから、サラとファイヤーの楽だ、なんか別人だじゃん、そうだから歌の真面目な好青年だけどすごいパワーだ、ね、そうパワーすごいよね、あの声どこから出てるのかなって思う、そうだからあのイエス様っていう、あの聖霊様っていうよりも本当かあのイエス様の気持ちを感じたんですよ、だからイエス様がなんかなんだろう、なんていうのかな、こんなこと言ったらあれだけど、なんか自分にイエス様が来たみたいな感じたんですよ、でもその通りだと思うよ、そうだからって、その瞬間その自分の目がイエス様の目で、そのみんながなんか、みんながかわいそうみたいな、なるほど、みんな助けたいみたいな、そうすごい感じたんですよ、あのイエス様の気持ちがすごい痛かったんですよ、すごい心が、でもその前からちょっとね、それからチラシ作ってきたじゃないですか、あれもすごいなと思ったよね、そうあれもね、あれ神様があの、ここあったかったんですよ、私全く何もね、人外話すとかそんな、どうするの、じゃあ私思ったんですよ、話せ、多分絶対から絶対話せないと思ったんで、声絶対出ないし絶対話せないと思うから、じゃあ代わりに何ができるかと思った時、神様がこれをしなさいって言ったんですよ、なんか紙出してなんかね、あの手渡しとか、そういうあのアイディア触れたんですよ、それでそう、そうあのタレタさんと出会ってそのあれは、タレタさんと出会って、まあはい、まあよく土曜日に出会ってたわけですよね、土曜日、土曜日ね、公園で出会ったって話してなかった、あ、はいはい、でまあそんなとこか日曜教会行ってなくて、まあで美咲さんの伝道に見て、サイタさんが見てやりたいと思って、サイタさんから声かけた、はい、から 声かけたんや、ナタリアさん声かける、はい、一緒にやりませんかって、はい、サラからね、サラから、サラから、あ、サイタさんから聞いて、はい、そうです、でその時どう思ったんですか、あ、そうだから、それは、それは本当、私は彼女にも言ってたんですけど、ずっと私だからその聖霊様が道をこう戻してくれた時に、ずっと私は自分だけのためじゃなんていうのかな、もう神様はもうあなたもうそんなもんじゃないみたいな、あの聖書とか そこまで家だけでいるとか教会だけ行くとかじゃなくて、もっとなんかしなさい、神様のためになんかもっとしたかったでしょ、もともとそれで神様のプランはすごいからね、神様のがもうそう、あの教会でもすごいことあったんですよ、私、あの教会戻って行き始めた時に、私神様に言ったんですよ、私もっと聖書をね、あの覚えたい、あの勉強したいけどどうやって勉強すればいいか分かんない、あの毎日読んでます、それはずっともうクリスチャンになってから毎日読んでますけど、ちゃんとした勉強はどうやってやるんだろうと思ってずっと神様にお祈りしてたんですよ、そしたらある日突然日曜日、その教会 の、あの女性から、これ、エリブロフテコンって、これ、なんか私、いっぱい神様の本とかあるから、これ、もしよかったらって言って、
でそれあの神様の本で、うん、あの聖書の 何節探して答えなさいとか、うん、そみたいなそういう本で、うん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 、それで勉強で、あの神様がその人を通じて宿題を与えたんですよ。そうそう、だからなんかね、神様に話しかけたら帰ってくるんですよ、うん、答えが、うん、素晴らしいと思ってそう、まあ結局だからその話がつながってきて、私もやりたいってすぐ思ったやつか。そう、それで、もうすぐやりたい、すぐやりたい、すぐやりたい。そう、私はもうサラ行っても行かなくても、うん、私はこれやってみたいなと、うん、ああいうのは ありました。三崎さんがね、頑張って前に出たくれたおかげでね。ねえ、すごい。まあ彼女も恥ずかしがり屋で、うん、ね、そんなことあんまりするタイプではなかったんだけど、来てくれて、最初はね、あの人前で話さなかったけど、まあ、僕はこうビデオを撮る感じで、ね、彼女の話する感じでそれをアップしたので、だんだんと一緒に私もビデオ撮りますよって言われた瞬間わー、まあでも神様あなたのため、あなたのため、そうそう、うん、そうだから、あの日すごい私神様だけに見せたかったんですよ。なんか周りを気にしないで神様だめ、うん、今日もそうですけど、うん、神様だけのために、うんうん、あの伝えたいので、働きたい、神様のために働きたいので、そう、これはだから結局あの他のクリスチャンの励ましなんですね。